1位の酒で冷蔵庫をパンパンにしたい。お疲れ様です。ライドウです。今日は2024年3月に買って良かったお酒ランキング。3月に YouTube や X で紹介した後ろにある24本の新商品の中から、私ライドウの独断と偏見でトップ3を発表していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。第3位はこちら、-196°C ミルクルトパンチ。こちらが第3位です。それでは飲んでいきましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。甘みとパンチがガツン、おいしい。こちらは唯一無二、希少性の高さでの第3位でしたね。味としては乳酸菌的甘さがややもったりしっかりと効きつつ、その名の通りウォッカ的アルコール感のパンチも効いていて、甘みとパンチ、飴とムチを一つの缶に詰め込んでいる他に類を見ないお味でしたね。乳酸菌系のお酒って優しい風味のものが多いので、これは希少性が高くて嬉しかったよね。結構ジャンクな風味じゃけ、ポテチとかお菓子系と合わせてごくごくいくのがおすすめです。ファミマ限定なので、気になる人は今すぐファミマにゴー。パンチ力抜群の酒、それが第3位のマイナス196°C ミルクルトパンチでした。それでは続いて第2位の発表です。第2位はこちら、トリスハイボール缶、新橋トリスバー監修クラフトコーラ。こちらが第2位です。それではこちらも飲んでいきましょう。それでは本日2度目の乾杯をお願いいたします。乾杯。落ち着いた大人なコーラ、おいしい。これはアダルティーなコーラ感にしびれてでの第2位ですね。味としては甘さ控えめですっきりとしつつ、確かなコーラ風味もあり、スパイスもほんのりピリリと効いているという新感覚なコーラ味じゃったね。コーラフレーバーのお酒って結構コーラが前面に出ているとか、甘みの主張が強いとか、やんちゃなのが多いんだけど、これは全くその逆で非常に落ち着いとっていいよね。さすが実際のバーで人気のメニューをモチーフに作られてるだけあるなーって感じなんよね。ウイスキー感もそれほど強くなく飲みやすいので、いろんな人におすすめできるのもいいね。ぜひね、休日の前日の晩酌とかでゆっくりゆったりバー気分を味わいながら飲んでほしいね。僕もね、今まさにバー気分で飲んで楽しんどるよ。ま、ちゃんとしたバーってほとんど行ったことないんだけどね。大人な時間をクラフトするお酒、それが第2位のトリスハイボール缶、新橋トリスバー監修クラフトコーラでした。それではいよいよ第1位の発表に行きたいと思います。2024年3月に買ってよかったお酒第1位はこちら、こだわり酒場のお茶サワー伊右衛門。こちらが第1位です。おめでとうございます。ということで、こちらも飲んでいきましょう。それでは本日最後の乾杯をお願いいたします。乾杯乾杯乾杯。爽快軽快、おいしい。これはね、日常に溶け込む汎用性の高さが半端ないって感じでの第1位じゃね。味としては甘さはなく、ほんのり苦味がありつつ、とにかくね、お茶の風味がめっちゃ爽やかなんよね。一口飲んで一瞬で茶畑に導いてくれる、そんな爽やかさ。正直派手さはないです。明確な味ガツン、しっかりした風味ガツン、そんな派手さはないが、逆にその分飽きが来ず、日常に寄り添ってくれる系、常備するのにうってつけないよね。もはや常備通り越して、これで冷蔵庫パンパンにしたいわ。主張が強くなく、かつ超爽快なお酒じゃけ、いつ何時どんな場面 TPO を選ばず活躍できるユーティリティ性の塊みたいなお酒なんよね。そこが素晴らしい。
まあこだわり酒場と伊右衛門のコラボっていう時点で激アツじゃしね、お茶系に炭酸っていうのがちょっとねっていう声も聞かれるんじゃけど、個人的には全然気にならんし、むしろ爽やかさに寄与してくれとるけ、そこもね好きなんよね。普段はっきりした味のお酒を飲むことが多いって方にもね、一度はねぜひね試してほしいって思っちゃうね。あと何より嬉しいのが、これは限定じゃなく通年商品っていうね、このお酒と末永くお付き合いできるのがバーリ嬉しくてしょうがない。グッジョブサントリーさん、派手さはないがぜひみんなに知ってほしい、そんなお酒でございました。ありがとうございました。いいお酒でした。一生添い遂げたいと思えるお酒、それが第一のこだわり酒場のお茶サワー伊右衛門でした。いやー、3月は粒揃いな楽しい1ヶ月でした。美味しかった。ごちそうさまでした。本日紹介したお酒をそれぞれ詳しくレビューしている動画や X のリンクを概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてくださいね。動画の感想など何でもコメントに書いてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。4月もまったりゆったり楽しみましょう。